やっと来たな。ああ、待ってた。お前を。三年間、早かったな。本当に早かった。お前に会ってからは、お前に会うまで、俺の時間は止まってた。過去の思いに引きずられて、俺は自分で時間を止めてたんだ。そうすることが、あいつらに、野球部の連中に対する、唯一の詫び方だと思ってた。それが間違いだって気づかせてくれたのは、お前だ。ああ。またこの手でバットを握ることができるって気づかせてくれたのは、お前。そんなつもりなかったとか言うんだろ。そういうところが俺には救いだった。自然に無意識に俺の背中を押してくれる。お前の手が俺には必要なんだ。佐々木、好きだ。お前が好きだ。奇数。都合よく受け取るぞ。いいのか、それで。今、なんて。やっぱりいい。悪い。それ以上聞いたら何も考えられなくなる。ただでさえどういう顔していいかわからないのに。それはどうだか。知らねえだろ。俺がいつもどんなことを考えてたのか、なんて。ああ。そのせいで、お前の気持ちに気づけなかった。知りたいか？
じゃあ、目閉じろ。